これ、ブランド古着で9000円テーマとしては濃くないみたいなところをちょっとずつ盛り込んでてカリスマ美容師は給料が違いますから。さすがです。でもこれあれです、アウトレットです。いや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 南アフリカ軍のやつを US 軍の色に変えていく。それ大丈夫ですこんにちは、シャンズです。シャンズ、いや、初めての撮影ですね。はい。今日はですね、まあ僕ら経営者、美容師、アパレル、モデルの4人でやってるんですけども、先月買ってよかったもので、それぞれみんなにワンコーデ組んでもらおうかと思っております。ナイス。大丈夫ですか？お願いします。大丈夫です。おっさんだからみんな元気ね。多分みんな服好きなんで結構買ってると思うんですけど、まあ、その中で1点選んでいただいて、その中でコーディネートを組んで、みんなでしちくり合うと。いう企画になっておりますのでそれではワンコーデからいってみましょう。僕はですね、今更なんですけどユニクロ U、 ジッパープルゾン、ブラックですね。今回のユニクロ U はスルーしようと思ってたんですよ、はい、っていうのもめちゃくちゃ並ぶの嫌いなんであそこの空間に行くのが嫌だなっていうと、でポチっても、まあ、来るの 2,3 日後じゃないですか。みんな冷めてるからと思って、はい、スルーしようと思ってたんですけど、原宿のユニクロ行ったらいいじゃんとりあえず買ってみました。7,990円、まあ意外と値段しますよ。そうっすねユニクロ U の中ではこれ何がいいかっていうと、古着でありそうじゃないですか、うん、僕らの世代で、ね、なんかこういう系のジャケット結構流行ったと思うんですよ、うん、なんですけど、まあ大人なんで古着だとクタッとしすぎちゃう、全体的にコーディネートが、うん、なんで、まあ、黒でしっかり締まるんだけど形はなんかちょっとクラシカルな感じでコーディネートできればなというふうに思ってます。で、コーディネートはこんな感じなんですけど T シャツ、メタリカ、うんうん、意外っすね。結構これ用地感のとこめっちゃ良くないですか。これ古着です。古着です。古着です、これどのぐらいの時期のなんだろう。これ分かります、古着屋さんだったお二人。そんなにめちゃくちゃ古くはなさそうです、うん、でもなんかこのクタクタ感をねすごい好きで着てるんですよ。メタリカ T裏もこんな感じ。あー、はいはいはい。で、下がですね、リーバイス 646×N ハリ。おー、これは名作でしょ。N ハリは名作よ。これね、昔定番だったんですよ。10年ぐらい前は N ハリ ×646 が定番で好きだったんですけど、昔履いてた時はズタボロになっちゃったんで、ブランド古着でめちゃくちゃ探したらありました。なんで、もしかしたらまだ残ってるかもしれないんですけど、今646古着でなくないですか。出ないっす。出ないっすよね。高い。あ、そうそう、高い。なんだけど、これ、ブランド古着で9000円。なので、まあ、今気軽に646を探したい人は N ハリコラボの過去物を探すといいかもしれない。っていう感じで、僕が先月買ってよかったものは、ユニクロ U のジップアップブルゾンでした。やっ。やっ。ほい、じゃあ次、高間さん行きますか。はい。はい。ちょっともう、でかすぎてここにあんまり収まってないです日本のブランドで、リバーバレートっていうブランドの、めちゃくちゃでかいベストになります。上級者っすねー。いや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 。白い。白い。カレーとか食べてない。で、もともとこのデザイナーの人が、ビビアン・ウェストウッドとか、ピストルズの、マネージャーやってた人の、まあ、2人の息子さんがブランドやってるんですけど、そのブランドの中で縫い子さんをやってた日本人の人が出しているブランドです、じゃあ結構ロックとかそっち系なんですか、うん、と思いきやすごいやっぱこうミニマムな作りでシンプルなんだけど、結構すごいのがこの人全部自分で縫製とかパターンとか裁断とかやってて全部一人で完結してるんですよ。へえ、なんで一人で全部の工程をやってるってところが特筆すべき点みたいなところだと思うんですけど、今年の春ぐらいに受注会やっててレショップさんで、はあ、これまでやっぱレショップおしゃれおしゃれ全員そこで受注会やってたんですけど、でこれ見つけてオーダーさせていただいて、これ本当はグレーじゃなくて中も裏地が白にしっかりしだったんですけど、はい、なんか僕はあえてこれがいいなと思ってこのままでオーダーさせてもらいました。だからでもいいっすよね。そうなんですよ、うん、多分なんかデザイナーのその星さんっていうんですけど、は白の方が中が透けないから、うん、ちょっと薄らっとポケットの袋の跡とかが見えるんですけど、まあなんか僕はこのグレーが見えた方が逆にいいんじゃないかっていうので、うん、ちょっと無理言ってお願いしました。コーデは、いやこれ合わせたらいい分析俺見たらなんかやばいやつで、コーディネート、
なんですけど、はい、僕が好きなブランドのリューゲンっていうシャツに合わせて、まあ、クリーンな感じにしてます。テーマとしては濃くないみたいなところをちょっとずつ盛り込んでて、濃くない普通なんかベストにしたって結構王子様感じなんですよ。しかも白だし、なんですけどサイズをもっと拡大させることで濃くないってところと、で中に合わせてるシャツは襟がついてるやつじゃなくてバンドカラーになってるんで、なるほど、よりそのちょっと王子様感を消すというか、なるほど、で濃くない、濃くない、2つ目、いいね、おしゃれだしってそこまで考えてるで足元はスニーカーなんですけど、まあ、あのちょっと履き込んだ、まあ、一応新品なんですけど、うん、結構履き込んでるやつなんで、まあ、クリーンだけ ど、 なるほど、そこまでこう濃くない、濃くない、まあ、サングラスもこれアイバンのやつなんですけど、うん、ベストの色とちょっと合わせてるとか拾ってるみたいな感じにしてるんで、まあ、そういうところでちょっと遠回りを入れながらって感じですね。なるほどですね、はい、確かにこれガチャガチャできたらめちゃくちゃガチャガチャになりそうですからね。ガチャガチャですね、結構金の難しい、もう高野さんしか着れないかもしれない、なんかでもレディースとかね、あの結構こういう大きなベスト着てっていうのが多いんで、なんかそこに影響を受けた感じはありますね。なるほど、はい、ですはいっすじゃあ次、堀先生、はい、お願いします。酔っ払ってるなんかちょっと抜けてない、ちょっと抜けてないです。今日せっかく休みいただいてるんで昨日ぐらいは飲ませてやってください。はい、はい、一番コンディションいいですはい、何買ったんですか、はい、ちょっと僕も着ちゃってるんですけど、うん、これロエベの V ネックのニットを、ロエベいいの出ますね。カリスマ美容師は給料が違いますから。さすがです。でもこれあれです、アウトレットです。いや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 ちなみにこれアウトレットでいくらですか。5万くらいとか。まあ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 結構確かに思ったより思ったよりは。何がお気に入り買ったんですか。僕もともとあんまニットとか着ないんですけど、うん、なんかどっちかっていうとそのやっぱ営業とかを考えるとトレーナーとかの方がやっぱ仕事しやすいんで、美容師はね、髪の毛とかもニットついちゃうんで、うん、あんまり買ってなかったんですけど、でなんか今年ちょっとニット買いたいなって思って、うん、何個か買ったんですけど、やっぱその中で一番お気に入りなのがこれ。ちょっと緩めで着てるっすか、うん、ちょっと緩めで着ます。めっちゃでっかいの買いました、うん、かわいい、いいっすね、うん、コーデ的にはポイントはやっぱこの V ネックでちょっとこう緩く着て、うん、インナーも V にして繰り出すみたいな感じで着たいなと、うん、ネックレスネックレスちょっと細めにして、うん、色気がすごい確かにあっやっぱカラーですかね、うん、なんかちょっとこのアラサーになってきて逆に派手が好きになってきた。ぽくない、ぽくない、ぽくいやでもなんかちょっと若く見える。いやでもね、すっげーわかる。もうこうなっちゃうから黒くなっちゃうから、こういうのを主役にポンって持ってきてこれだけでコーデ成り立たせるみたいなのは、うん、まあ、いいっすよね、うん、しかも後ろにこれロアですね。あ、そうなんですか。今撮ったんですけど、あ、ほんとだ、控えめですね、師匠は。そうなんですよ、そんなにロエベ感ないかな、うん、これ知らないうちに僕ら撮っときましょう。あとはロエベの好きなところはデザイナーのジョナサン・アンダーソンが結構そのユニセックスでラインを出してる、まあ、メンズとレディース分かれてるんですけど、レディースのメンズ全部着ちゃってくださいみたいな、そういう感じで出してるっていうのが僕はすごい好き。これはメンズ、これちょっとメンズですね、うん、なるほど。多分女の子も出てくるかも。これ彼女着たらめちゃくちゃいいよ、うん、ね、っていうところがなんかちょっと僕は気に入ってます。広瀬すずに着てもらいたい好みがバレましたラスト、はい、加藤くん、はい、僕が買ったものはですね、もう全部が派手なのが、ま、派手なのが、エヌ・ハリウッドとワイルドシングスのコラボもので、2016とか最近のやつじゃないんですけど、うん、僕当時これがめちゃめちゃ欲しかったんですけど、うん、お金がなかったんですよ。そういうのあるそうです。でたまたまそのブランドブルギアに行った時にこれを見つけて、うわ、あれじゃんってなって、うん、買ったやつで、大人の財力で、そうです、大人の財力で買ったやつです。でもそれは、その気持ちは多分みんなも分かると思う。俺もね、中学生の時好きだったものを今買いまくってます。大人の財力でなりますよね。どんなところがお気に入りなのか。お気に入りポイントとして僕やっぱりそのこのブランドもですけど、エヌハリとワイシンっていう部分なんですけど、うん、ミリタリーと山系、ギア系がやっぱ好きなんで、うんうん、まあ、あとこの素材感のテロテロとかこのシャカシャカ系がすごい好きなんですよ。
結構薄そうですね。いや結構薄いこれいいわ。俺この素材めっちゃ好きなの。なんか厚すぎない。そうです、うん、そうです。さっとね、なんかこう外出るときに羽織れる感じ、羽織れる感じと、そうです。あと迷彩がないパターン、南アフリカ軍のやつをその US 軍のカラーパターンにしてるんで、まあ被らないっていう部分で、南アフリカ軍の迷彩、迷彩のパターンを US 軍の色に変えていく。それ大丈夫ですか。現地では使えないかもしれない。で、オーデの方なんですけど、とりあえずまあこのミリタリーっていうか乾き系でワントーンで揃えつつ、うん、まあ差し色でオレンジ入れて、うん、あとはまあ僕は言うとキャップが好きなので、うん、どちらかって言ったら綺麗め距離とか、うん、遊びストリートっぽい感じを寄せつつで、まあレイヤードも好きなんですけど、レイヤード入れつつみたいな感じで組んでみました。モデルだね。いやいやいや、久々にちょっとね、何着てたんだっていうと思うんで、ここで大変でした。いや、めっちゃいいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ということで、なんか意外と4人のバランスでいいかもしれないですね、うん、世代一緒だから共感はできるけど、全員テイスト違う感じでいいかなというふうに思います。じゃあ堀さん、今日のナンバーワンコーデ決めてください。お、僕ですか。はい、個人的に僕でもいいですよ。宮原さん、行った方がいいですか。個人的にやっぱ、高ママさんがやっぱその、これかっこいいね。もうなんか知識がすごいな。知識がすごい、今度勉強会開いてもいいですか。あー、それもいいっすね。古着とか、これ面白そうっすね。あー、やりましょう。はい。ということで、次回はユニクロのワンアイテムを使って4人で着回していくっていう企画をやっていきたいと思いますので、シャンズの活動週1回から、2週間に1遍活動していきますので、こちらもぜひ合わせて見てみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。